実の第五条はあなたの父と母を敬えこれはあなたの神・主が賜る地であなたが長く生きるためである出エジプト記20章12節家庭は社会の単位です家庭の中での秩序や人間関係は社会生活の土台となります親孝行などはもう古い道徳であると思っている人がいるかもしれませんが聖書のおきては親を尊敬し 親ににに従うここことをを人間関係のの第一番目に持ってきてきいますすすここは権威を尊重るる考えがあるのです自由は大切ですしかし自由だけでは秩序を保つことはできません正当な権威を承認するということがなければお互いに自由に行動することもできなくなってしまいます子どもの小さい時親は神の代わりになって子どもを導きます 親の権威に服従することを学んだ子どもは神に服従することができるようになりますこの戒めは親を尊敬し服従することを要求しているばかりでなく親を愛しいたわりその重荷を軽くし老齢になった時に助け慰めることを要求していますキリストは十字架の上の苦しみの中から母マリアの将来のことを思い弟子ヨハネに後を託されました このような優しい思いやりを子供や親に対して持たなければなりません。そうすることは私たち自身の心に安らぎと喜びを与え、長い命を楽しむことができるようにするのです。この戒めは親だけでなく、すべての正当な権威を尊び、これに服従することを教えています。すなわち牧師、教師、履正者などが神が権威を お油断になった人々を尊敬することを含まれていますここでいう服従はただ盲目的にするのではなく理性と良心に従って正当な権威を認め服従するということです第五条の戒めは子供に対しての戒めだけではなく親や権威の地位に置かれている者に対してその権威にふさわしい行動をして尊敬を受けるに足るものとなることを求めていますそれは上に立つ者の責任です あなたは殺してはならない。というのが第六条の戒めです。命は神に属するものです。第四課で学んだように命を作ることは人間にはできません。この世界で生命は大きく分けて三つの形をとっています。すなわち植物と動物と人間です。第六条の戒めはすべての生命を保護することがその根底にはありますが特に 人間のの命を取り上げているのです人間でも動物でも生きていくために他の動物や植物の生命が必要です。創世紀九章三節に「神はすべて生きていく動くものはあなた方の食物となるであろう」「先に青草をあなた方に与えたように私はこれらのものを皆あなたに与えると言われました」「動物の命も有用な目的のためにとることは禁じられてはいませんが」 哀れみの心を持ち残酷な取り扱いをしてはいけません信玄十二章十節には正しい人はその家畜の命をも顧みるとありますこの戒めは自殺も禁じています神が命を与えてくださる間私たちにはなすべき勤めがあるのですどんなつらい境遇でも神の助けによって乗り越えられないものはないはずです神はあなた方のあった試練で 世のの常ででなないものがない、も神は真実である、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださると約束なさっていますから自殺を考えたくなるようなところに追い込まれても神に頼れば神は必ず逃れる道を備えてくださいます私たちの健康を損なう行為も 殺してはいけないという戒めを破ることになります酒やタバコなど明らかに健康に害となるものはもちろん食物の中でも健康に良くないものは避けることです食物だけでなく健康に良くないすべての習慣も同じです私たちが健康の法則を学んで健康を保つように心がけることは神に対する義務です健康でなければ仕事も満足にできないばかりでなく精神生活にも影響を受けるのです 神の起きては具体的な行為でなくだけでなく精神的な意味も含んでいます。第六条の戒めについてキリストは昔の人々に殺すな殺す者は裁判を受けねばならないと言われていることはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かって愚か者という者は議会に引き渡されるであろう。また、馬鹿者という者は 地獄の日に投げ込まれるであろうと言われました殺してはいけないということは具体的に殺すことだけではなく人を怒ったり憎んだりそしったりすることも含んでいますこのようなことは他人を傷つけついに他人を殺すところまで発展するのです19世紀から20世紀にかけて米国の優れた宗教指導者であったエレン・ホワイトは 人,食い人種が生温かい動く獲物の肉を食べている光景は思っただけでもぞっとするがこういう行為よりももっと恐ろしい結果は真意を誤り伝えられたり評判を傷つけられたり品性を批判されたりすることによって生じる苦悩と破滅であると書きましたしかし現実にはこのような経験に陥る場合もありますが聖書はそのような時に愛する者たちを自分で復讐をしないで むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。もしあなたの敵が植えるなら彼に食わせ乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになる,んである。悪に負けてはいけない。かえって善を持って悪に勝ちなさい。 ドーマ人への手紙12章19から21節と進めています第7条は「あなたは会員してはならない」「神は人間男と女にお作りになりました」この戒めは異性に対する正しい関係を示していますそれは心と体の純潔ですまた結婚生活における誠実な関係を要求しています今日は性の問題が乱れています フリーセックスとか同性時代とか言って情欲のをうくままに行動しようとしますしかしその結果多くの問題と心の痛みを引き起こしています性欲は人間の大事な本能ですがそれは理性の支配のもとに置かれなければならないのです聖書は性を肯定していますキリスト教は禁欲主義ではありません神がお与えになった身体の 機能は正しく用いらられるなかし、ます。幸福にしますコリント人への大地の手紙6章15から18節に「<coughs> あなた方は自分の体がキリストの死体であることを知らないのかそれなのにキリストの死体をとって遊女の死体としてよいのか断じていけないそれとも遊女につくものはそれと一つの体になることを知らないのか?」 不貧困を避けなさい。人の犯すすべての罪は体の外にある。しかし不貧困をする者は自分の体に対して罪を犯すのであるとあり、寛因は自分の体を汚すものです。キリストはこの今しめについて、寛因するなと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに寛因をしたのである。と言われました。 現代の生活にはいかがわしい出版物や映画酒や麻薬挑発的な音楽やダンスなど性に対する誘惑が多くあります。昔エジプトで大臣となったヨセフは青年時代に自分の仕えていた主人の妻の誘惑を受けた時「どうして私はこのような大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう」と言ってはっきりそれを断りました。 いいいつつも神の前ににるこことととを忘れなななは誘惑に打ち勝つ大きな助けとなります。第8条の戒めはあなたは盗んではならない。第8条の戒めは所有権を保障しています。最も本当の意味で全てのものを所有しているのは神です。詩幣24章一節には「地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むもの」とは主のものであるとあります。 人間のの所有権には神より与えられたものです。私たちは神よりも神より与えられたものを神の身旨に従って用いることによって神の境を表すことができます窃盗や強盗はもちろん許されませんが侵略戦争などもこの戒めを犯すことになります商取引においてごまかしたり不当な利益を取ることもこの戒めは禁じています聖書は盗んだものは今後盗んではならない むしししろ貧いいい人々ににに、分分け与えるるようにななためめ自分の手で正当な働きをしなさいと勧ています。盗むのではなく正当に働くならば神は必要なものを備えてくださいます支払いを遅らせたり不当に安い賃金で人を働かせたりすることもこの戒めの精神に反します他人の無知弱点不幸につけ込んで自分の利益を図ることも許されないのです 貧しく乏しい雇い人は同胞であれまたあなたの町で町のうちに起流している他国人であれそれを虐待してはならない賃金はその日のうちに払いそれを日のいるまでに伸ばしてはならない彼は貧しい者でその心をこれにかけているからである新明紀24章1415また雇われている人は忠実に働かなければ やはりりここの戒めを犯したことになります良い評判や信用は財産と同じように大切なものです信玄二十二章一節には良い評判は大いなる富に勝るとあります良い評判を傷つけたい人の信用を壊すようなことも盗むことになります第九条はあなたは隣人について偽証してはならない ですここで言う隣人というのは誰でも私たちと接触し関係を持つ人のことですどんなことでも偽りを言うこと隣人を欺くことはこれに含まれますわざと誇張した言動間違った印象を与えるような暗示事実であっても誤解を招く言い方事実を故意に隠してその結果人に害を及ぼすことはこの戒めを犯すことになります 十戒の第10条は「あなたは隣人の家をむさぼってはならない」「隣人の妻」「しもべはしため牛ロバ、またすべての隣人のものをむさぼってはならない」とあります「むさぼりは正当な意味で自分のものでないものを望むことです」「これはすべての罪の根です」「キリストはむさぼりについてあらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい」「たとえたくさんのものを持っていても人の命は持ち物によらないのであると」と 注意なさいました聖書の中には「むさぼりのために失敗をした人の例がいく,いくつも出てきます」「これは人の心に潜む,罪ですむさぼりを防ぐために罪の次の言葉を考えてください」「しかし新人があってたることを知るのは大きな利得である私たちは何一つ持たないでこの世に来たまた何一つ持たないでこの世を去っていくただ異色があればそれで足れりとすべきである」 富むことを願い求める者は誘惑と罠に陥りまた人を滅びと破壊に沈ませる無分別な恐ろしいさまざまな情欲に陥るのである金銭を愛することは全ての悪の根である手,も手第一の手紙読書6から10キリストは十回のうちの人に対する6つの戒めを要約して自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ と言われました本当に人を愛することができれば第5条から10条までの戒めは守ることができ人を幸福にするとともに自分も幸福になることができるのです。